170キロ上げる。使い終わった後は綺麗に拭いておきますと、はい、もちろんです。殺菌&清掃。いや、まあ興奮した？興奮してます。270、だいぶ興奮してますね。バーストで僕270上げたことなかったんですよ、実は。あ、そうなんだ。270上げたって言ってる動画は北ガスっていう体育館なんですよ。北ガスアリーナっていう。なるほどね。なんでちょっとここで壁を今突破できたことは大変嬉しく思います。はい、ありがとうございます。はい、セット入る？はい、セット入ります。で、セットは何歩で何歩？セットはですね、まず僕190で今行っております。190、正直前の僕のセットからしたらめっちゃ軽いんですよ。うん。でもなんで今190でやってるかって言ったら、今結構長期間ブランク空いたじゃないですか。空いたね。で、僕今本来270上がるわけないんですよ。でもどうやってこの短期間でとりあえずそこまで戻したかって言ったら、もうこの低重量なんですよね。はいはいはい。まあ、低重量って言っちゃなんか悪いんですけど、まあ俺にとっては大高重量。そうですね。まあマーセンテージは低重量、ね。うん、まあ、これでいかに感覚よくスピードよく自分の理想とするデッドをやるか。まあ、200キロ、はい、200キロ上げる人だったら、そうです、まあ、100前半ぐらいか。まあまあまあ前半もしくはまあ50ぐらいですかね。かで、はい、スパーンって感じね。スパーンと、はい、OK です。で、まあ、大体その重量設定の目安としては、力を入れた瞬間にパッと浮いてくるみたいな。なるほどね。その瞬間にちょっとでも粘ったらもうダメですね。ダメ。はい、もうそれはもう気持ちよく上がってないんで、うん、その気持ちよく上げられるその重量、うん、なおかつそのスピード、居上のスピードも求められるっていう重量をやってほしいですよね。了解。まあ、それで3レップ、はい、低重量、はい、スピードレップって僕は言ってます。はい、3レップっていうところに結構注目してほしくて、うん、あ、3レップなんだって。結構少ないじゃないですか。うん、これ少ないのにもちょっと理由があって、うん、僕デッドリフトは得意種目なんですよ。うん、で、ずっと今3年間パワーリフティングやってきて感じてるのが、得意種目ってなんで得意種目なんだろうって考えた時に、例えばバーとか、まあ、軽い重量でやってるその動きが高重量になっても再現できるから得意種目なんだなと思ったんですよ。なるほど。それが僕デッドでできるんですよ。最初の70キロのフォームでそのまま、まあ、250とか60になっても、うん、それにもう限りなく近いフォーム再現できるんですよ。うん、それが得意種目だって思ってて、うん、逆に僕スクワット苦手種目なんですよ。それができないんですよ。あ、そうなんだ。そう、だから苦手種目はとにかく重量を落として高レップでやっていく。得意種目はできちゃうから、重量を上げて3レップでやっていく。まあ今ちょっと訳あって下げてますけど。そうだね、うん、空いたからね。そうです、そうです、うん、だからちょっとこれ結構皆さんも意識してやってほしいなと思って、まあ、自分の得意、はい、不得意 で、 そうです。苦手種目は高レップ、得意種目は、低レップって感じで OK です。はい、もう究極言ったら1レップで強くなれたら最高だと思うんですよね。その要はマックスを毎回同じクオリティで1レップ繰り返しできたら最強じゃないですか。うん、そうだね。まあもちろんできるわけないですけど、うん、でも究極それだなと思って、うん、それに向かってまあとりあえず今3レップですね。うん、でデッド強化します。はい、じゃあセットお願いします。お願いします。どうした？指？指があれつけてないのか今日。あ、いや、これちょっとこのままちょっとポイントで、うん、僕マックスパワーグリップ使わないでやるじゃないですか。うん、で最初のセットもできる限りそのいけるとこまでフックでやってるんですよ。うん、ただやっぱりフックでやるには限界がきます。うん、フックって何回も何回もできるもんじゃないんで、うん、かなり親指の消耗がやばいんで。やばい、痛い。はい、で今2レップ目で僕の親指は今死にました。
はい、じゃあここからはパーグリップ使うのね。そうですね、向けてきちゃったんで、うん、すいません、ちょっと3レップ目上がんなかった。オッケー、パーグリップつけていきます。はい、こういうジムです。こんな軽い190見たことないと画面の前で今言わせてみせます。あ、皆さんに、はい、こう真横アングルからいきますよ。ラスト。やっぱね、挨拶はちゃんとね、はい、挨拶は絶対しなきゃいけない。そうだね、これがバーストリミット。そうだね、はい、特に僕らリフティングシューズ履いて、なんかこう受けてる時に、スキルも意識して受けるじゃないですか、スクワット試しやってみても、バスは特にもう何も言わずに雰囲気がこう来たらもうみんなサイド入りますから。うん、いけいけ、今日は更新デーですね。やっぱこれがね、俺らが伝えてパワーリフティングの楽しさ。そうですね、はい、だよね、まさにそういうことです。